級のタイトルマッチです。チャンピオンがユー・ミョングそして挑戦者、この時点でランキングは7位細野雄一です。チャンピオンのユーです。29歳。細野雄一です。場所は韓国キョンジュのヒュンダイホテルです。さあ浜田さん、はい、注目の一戦ということになりますが、どの辺にさらにポイントを置いたらいいでしょうか。そうですね、まあ、日本の細野、日本の選手が久々に出ましたから、期待したいですね。そうですね、小泉さん、この試合なんですけれども、この試合会場をめぐってかなり2点3点したようですね。そうですね、これ私この試合のマッチメーカーだったんですけど、はい、最初その北京でやるという話があったんです。その後香港に移って、それでやはりその中国ではできないということで、ソウルと決定してからですね、1週間経たないうちにこの慶州キョンジュに移ったんですね、はい、だから日にちも最初6月からこの7月25日に延びましたね、まあ、その辺浜田さん、相手の国である細野選手にとってはちょっと厳しいところですね。本当にあの精神的にですね、あの気持ちの持ち方が違ったと思いますよ、はい、さあ第1ラウンドです。これが2度目の世界挑戦になります。日本の細野、チャンピオンはあのユ・ミョンウです。第1ラウンドが始まりました。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチです。黒のトランクスが挑戦者日本の細野、そして白のトランクスがチャンピオンのユです。左を出していきます。ユーミョング、井岡選手に昨年の11月タイトルを勝ちまして、タイトルを奪回してからしばらくといいますか、だいぶ間隔が空いています。チャンピオンのユー、8ヶ月ですもんね。ですね。どういった試合を見せますか。やりを出していきます。そして日本の細野、やり。一発のパンチはその細野選手の方があると思いますよ。はい、あの16勝中2敗をしてますね。右のファイター、細野雄一、やり。雄はですね、やはりもう連打のその力ですね。もう相手が嫌になってギブアップする、そういう KO パターンなんですね、はい、それが多いんですね。それとボディ打ちがうまいんですよね、はい、第1ラウンドちょうど半ばです。まあ、細野選手なかなか積極的ですね。いきますね。1ラウンド、浜田さん、2度目のこの世界挑戦ですから、だいぶ細野選手もその辺考えて立ち上がってるでしょうね。ストロー級から1階級上げての挑戦ですからね、はい、体力面でどうかなと思いましたけど、引きは取れないみたいですね。そうですね、はい、ストロー級の時にはこの番組でもお伝えしたんですが、チェ・ヒーヨンが相手でした。その時は10回 TKO 負けを喫してしまいました。これが2度目の世界挑戦、細野。残り40秒を切っています。第1ラウンド、いいボディが入りました。いいですね、右のボディが入りました。挑戦者細野、ボディブローを見舞っています。韓国のボクシング界のヒーローです、ユ・ミョンウを相手にしています。日本の細野、細野選手出だしはいいですね、第1ラウンドから積極的にいっています。左を伸ばし、あるいは右でボディブロー、ここでゴングです。第1ラウンド終了しました。振り分けるんだったら私は細野選手につけたいと思いますね、はい、第1ラウンド最初のその30秒ぐらいですね、夢をジャブ出してきてたんですけどね、その後はもう細野選手がその右ストレートのボディ打ったりですね、その積極的だったですね。
試合会場が2点3点しまして、この韓国のキョンジュヒュンダイホテルに落ち着きました。まあ、そういったことも乗り越えて細野選手世界戦挑戦です。さあ第2ラウンドです。白のトランクスチャンピオン、黒のトランクス日本の細野雄一です。さあ連打が出るか、チャンピオン会場が湧き上がりました。ユミューの連打にあだ名がついてるんですね、はい、ソナギパンチっていう、ソナギっていうのは韓国語で夕立のことらしいんですね。夕立のようにですね、もうサミダレみたいにその打ちまくると、はい、それでそのユミューの連打にはその名前がついてますよね。なるほど。浜さんは最近その夕立の連打が見られなくなって印象がちょっと変わってるとね、先ほどおっしゃってましたけども、どうですかこの試合は。まあまだ相手を見てる段階ですからね。そうですか。まあ2ラウンド3ラウンドあたりから大体の判断をつくんじゃないですかね。はい、距離を置きました。そしてまた中に入ってボディチャンピオン、白のトランクスユ・ミョング。細野はあれですね、日本でやるときと変わらないというよりももっと伸び伸び試合してますね。ああ、そうですか。はい、左です。逆に敵地に行ってプレッシャーが感じられないけど思いっきりできるかもしれないですね。なるほど。下がっていい、ああ左、細野ですよ、左を伸ばします、3発4発いい感じで立ち上がっています日本の細野。ミラッパーチャンピオン、決してパワー負けしてないですからね。ガードします。おっと左、左のフックはチャンピオンです。右、さあ入っていきました、ボディから顔面、左を伸ばします日本の細野。17度連続防衛の記録を持っていますユ・ミョング。ボクシング近代ボクシング100年の歴史の中でもこれは素晴らしい記録です。チャンピオンのユ・ミョング、これが従いまして通算で18度目の防衛失敗したわけですから、これがさらにもう一度2度目の18度目の防衛戦ということになります。第2ラウンド残り40秒切りました。さあ打ち合い、ボディボディを打ちにいっています日本の細野。日本で細野が試合している時よりも積極的ですよ。ああそうですか、はい、いいですよ、はい、左です。本当によく手を出します。今度は右を出しました。左よく出してですね、細野選手は。そしてボディ狙ってますね。はい、待っていますチャンピオン。細かいパンチをですね、インサイドから入れるのはやはりユミョンうまいですね。ああそうですか。ユミョンの顔のあたりちょっと腫れているんでしょうか。今ゴングが鳴りました。第2ラウンド終了です。振り分けるんだったらやはりユーに行くでしょうね。軽いんですけど速いそのコンビネーションブロー、そのかなり入ってましたもんね。はい、このユ・ミョンウの試合はこのワウワウエキサイトマッチでもかつて16度目の防衛戦ですか、レオ・ガメスとのリマッチをご覧いただきました。私はあれ以来ちょっとユ・ミョンウがおかしくなったんだと思うんですね。それまでは自分より体の大きな選手に、自分はファイタータイプで、こうして体振りながら、あるいはその覗き見で入るボクシングをしてたんです、はい、とか自分よりもう極端に体 の, 背の低い、そのパンチのあるレオ・ガメスとやった時にボクサータイプになりましたね。あ、それを2試合続いたためにですね、はい、ユミョンのボクシングがちょっと変わってきたんですね。あ、そうですか。それが井岡選手に負ける一つの戦になったような気もしますね。なるほど、はい、左チャンピオンの左、そして距離を置きます。今度は日本の細野、左出していきました。距離を詰めていきます。左、今の左の出し方もいいですよ。はい、おっと左をもらいました。今背中が細野です。ユーは色白なんで、いつも相手のパンチ食うとですね、顔がああいう風に腫れるんですけどね。ワン、ツー、左を返しました細野。1ラウンド2ラウンドと細野かなり伸びやかに積極的にいっています。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、これが本人2度目の挑戦です。世界戦、やりー
ホッソンは決して、まあ、どっちかといえば打たれて弱い方なんですけどね、はい、やっぱり気合入ってるんで効かないですね。うん、そうですか、はい、おっと左を出しました。槍が伸びていきます。細野雄一24歳でこれがちょうど20戦目になります。20戦目にしまして2度目の世界戦です。左もう一度距離を置きます。ボディ右のボディから左のボディ、チャンピオンです。あの得意のボディ攻撃ですね、あ右のパー左のパー、これは当たりません。これを返します。細野ボディを2発出しました。細野雄一です。さあ夕立ちパンチが出ますか、連打が出るか。チャンピオン細野も負けてないですね、本当に積極的にいっています。あのチェヒー4戦もまあ完敗だという見る向きもありますが、あれも浜田さんかなり打ち合いでね、先制しましたね。よく前に出ましたよね。あの試合が昨年の2月のことでした。あれが世界戦1度目の挑戦だったんですが、これが2度目です。あの試合ですね、10ラウンド TKO 負けなんですけど、あるジャッジはですね、はい、7ラウンド8ラウンド9ラウンドは細野につけてましたもんね、はい、追い上げてきてたんですよね。そうなんですよね、あれがありました。そして現在少し元気がないんじゃないかという見方がありますユ・ミョンウに対しているわけですが、ここで第3ラウンド終了です。やはり振り分けるんだったらユーでしょうね、はい、チャンピオン。こちらしかし浜田さん、この表情はまだ余裕ありますよ、ね、はい、日本での試合の時よりもいいですね、はい、チャンピオンが、まあ、立ち上がりそうだったんですが、目のあたりちょっと腫れぼったくなっています。この辺のリプレイはチャンピオンの連打のシーンでした。さあ第4ラウンドです。階級を上げました日本の細野雄一、ストロー級は失敗に終わりましたが、このジュニアフライ級世界に挑戦しています。ワンツー、チャンピオンのワンツーです。今のワンツーも早いですね。早かったですね。軽いんですけどね、もう目つぶしみたいな感じでですね、はい、もう速さだけで右、打ってるんですね、はい、左から右を返しました。速いパンチを繰り出してきます。チャンピオンのユーミョンウ、そのうちの序盤ボディの連打を見せたりして対抗していましたが、試合は第4ラウンドに入っています。左連打浅井に使ってきます。ユーミョンウ左左右を織り交ぜて左を使います。チャンピオンのユー、そのボディです。金セブン、ワンツー、そしてボディ左へ返します。手数はチャンピオンが多く勝っています。ユーミョンウ左、お互いに、まあ、ファイタータイプと言っていいでしょう。この距離で戦い合います。押していきました、まあ、普段の細野というのはどっちかというとボクサータイプなんですよね。あ、はい、まあ、やっぱりあの気合入ってるのどんどん打っていってますね、このシーンを見ますと完全にファイターと言っているような感じですよね。本当に勇敢ですよ、第4ラウンド相手の国韓国に乗り込んでの試合です。さあ積極的にいっています。細野、しかしチャンピオンもよく手を出します。今日の試合の印象は浜田さんどうですか、はい、チャンピオンですが、チャンピオンですか、チャンピオン、ところどころ、まあ、ところどころっていうんですかね、パンチのスピードだけだったらそれだけ取ると、まあ、そんなに限りが見えてるって感じはしないんですね。なるほど、はい、体の動きがですね、やっぱり、細野の方が速いように見えますね。あ、そうですか、はい、パンチの速さはユー・ミョング、そして体の速さ、細野パンチの速さ3、4発ですよね、これが前だったら10発出るわけですよね。はい、なるほど、いわゆるちょっと手打ちに近くと言ってもいいんですか、まあ、どうしてもパンチを速く出そうと思うと手打ちになりがちなところはあるんですけどね。左、あと左が入ったか、右が入ったか、体勢を入れ替えます。細野、まあ、ね、今細野パンチ組みましたけどね、日本だったら倒れているパンチですよ。ああ、そうですか、はい、振った、これは強いです。チャンピオン試合したパンチを返していきます。そして相手の懐、レフリーが分けました。
このラウンドのまとめ方っていうのがうまいですね。うん、連打してですね、はい、その構成って言いますか、その優勢を印象付けてですね、そしてラウンドをまとめ、途中なんか休んだりですね。こういうのはやっぱりキャリアから来るもんですよね。なるほどね。その通りだと思いますね。さすが17連続防衛を果たしたユ・ミョンウだけあるということなんでしょうか。これが、39戦目になります、ユ・ミョンウ。この辺の連打、ユっていうのはね、そのパンチはそれほどないですよ、その最初の13試合ですね、うん、まあ、もちろん13戦全勝だったんですけど、ノックアウトゼロですもんね。そうですか。ところがこの選手が世界チャンピオンになってからですね、17の防衛の中で等ですね、はい、重慶を防衛してるんですね。ということはですね、コツを覚えたんですね。なるほど。やはり連打で相手痛めつけて、上上下の打ち分け、はい、打っといて下打って、そのまた上返す、そういうのでですね、そのパンチはないんですけれど、その連打のその効果でですね、ノックアウト記録してるんですね。キャリアで覚えました倒し方、KO の数は通算で14になっています。ユ・ミョンウ37勝のうち14です。いい、そしてボディ左を返しましたが、左は最後当たりませんでした。細野、一方の細野雄一は16勝のうち 10KO があります。だから引き算するとですね、38戦のうち最近25試合で、14KO してるわけですね。あ、そうですね、はい、あ、左を返しました。細野入っていきます。しかし入ってくるところ叩かれます。でも細野はよく入っていってますよ。入っていますね、はい、まあ逆に言うとすると、いいパンチ当てながらも入られてるっていうのは、この名チャンピオン、まあ、17回防衛したチャンピオンにすれば、まあ納得いかないでしょうね。うん、左、お互い左を相打ち、しかしその後積極的に何発も出します。チャンピオンです、ユ・ミョンウ。ラウンドごとのポイントの取り方はさすがです、ユ・ミョンウ。現在29歳です。細野雄一24歳。左をついて、そして右のボディ、左のボディ、細野ガードの上です。ガードの上、相手のパンチを返します。下がった細野、右のパン、チャンピオン。ボディを返します。左のフックは空振り、右空振り。細野もいいですよ。おっと、2発、いい表情をして追ってきます。細野雄一、ちょっと目の左目のあたりが赤くなっていましたが、細野雄一、おっと、左フックをもらいました。黒のトランクスが細野です。チャンピオン、白のトランクス、雄。右を振った、距離を置きます。チャンピオン連打。ちょっとパンチがオープン気味ですね、はい、きちんとユーのパンチですね、ナックルパートが当たってはないですね。うん、パンチは速いですね。ワンツー、今度は細野、ここでゴングです。細野もいいんですけどね、手数と的確さですね、こうして、まあ、どちらか振り分けるんだったら、このラウンドもやはり優へ行くでしょうね。浜田さんもこうやって見ていますと、細野かなりいいところが目立ちます。しかしどういうんでしょう、ラウンドごとに区切っていく採点を出す、やっぱりどちらかということになるとチャンピオンが取っているようなラウンドが続きますね。例えば10対 9.5 でも10対9になるわけですよね。ああなるほど。そうやってラウンドを常に差をつけるようになると、結果的には、採点が離れていくかもしれないですね。でも内容的にはそんなに離れていそうな内容じゃないですよね。顔だけ見ますとね、チャンピオンのが大きく腫れ上がってますもんね。それと細野の方は表情変わってないですからね。打った顎を引きまして、細野雄一第5ラウンドに入りました。これが WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、細野2度目の世界戦です。入ってくるところ2発もらいました。入っていきました細野雄一。
アッパーから入りました。チャンピオン。ああいいですね。右に入った。右のストレート。目の当たりは晴れています。チャンピオンユーミョンウ。こんなボディです。さあ細野ロープに詰めました。チャンピオンを詰めています。チャンピオンを詰めた。あっとここでチャンピオン連打を出します。左を出した。チャンピオン手を出してますけど、余裕の方でだとそんなにありそうな余裕じゃないですね。押され加減になっています。チャンピオン手はしかし手数は出しています。あのパンチのまとめ方っていうのはうまいですよね。なるほど。うまいですけど体の全体の動きを見ると細野の方が倍動いてますよ。そうですね。はい、左細野の左。チャンピオンがクリンチに来ました。これを離しています。あと細野のやはり左のところかなり赤くなってきました。少し傷が血でも滲んでいるんでしょうか。細野の左目ちょっと気になります。第6ラウンドです。目尻もですね、さっきのラウンド見えましたけどちょっと切れてますね。はい、左のフック。細野はバランスいいですね。あ、まあ、日本でやる場合は前半ちょっと足がリングにつかないっていうんですかね、そういった感じだったんで軽く打たれると尻もつく場面が多かったんですけどね、はい、バランスいいですよ。左非常にバランスよく攻め込んでいきます。日本の細野。おっとこれが連打です。チャンピオンの連打。そんなに効果はないんですけどね、やはりあれだけそのコンビネーション続けるとですねお客さん騒ぎますし、いかにも構成取ってるような感じがしますね。それが会場の雰囲気の力なんでしょうけどね。ここはチャンピオンの国です。韓国はキョンジュ、慶州のヒュンダイホテル。昨年の11月の井岡戦以来ブランコを作っているチャンピオンの湯。若さで戦います。細野雄一。左、おっと左をついて入っていこうというところ右をもらいました。第6ラウンドまもなく終了。またまた連打です。チャンピオン左から右、そして左を返します。2、3、4連打を出します。細野もそれをかいくぐってパンチを返そうというところだったんですがこれでゴングです。第6ラウンド終了しました。本当に微差なんですけどね、まあこのラウンドもやはり連打をうまく見せたそのユウのポイントになるでしょうね。はい、細野選手としてはですねあの連打が済んだらすぐ相手は一休みするんですから、そこを入り込んでですね逆にその自分も連打仕掛けるとですね、そこ効果あると思うんですけどね。あ、なるほど。試合は第7ラウンドです。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ。チャンピオンの左です。チャンピオンの左。チャンピオンがとにかくこの軽いパンチでも出しますと会場が湧き上がります。もうこの辺りは細野にとりましても2度目ですので慣れていますでしょう。まあ、そういった敵地での圧力を受けてるっていう感じはないですね。ないですね。全くないですね、はい、逆に伸び伸びやってますね。縦会長 のセコンド声も日本より大きいですね。よく聞こえますね。おっとチャンピオン右、もう一発右。今のいいカウンターなんですけどね、日本の細野、門呼び宝石ジムの細野雄一、2度目の世界戦。さあ追っていきます。左左右、これをかわします。チャンピオンです。あっと突っ込んでいくんですが巧みにかわされます。ユウはディフェンスがうまいですね。はい、今なんかずっとその細野が追ってるんですけどヘッドスリップしたりスウェーバックしたりですね、グローブ使ったりしてちょっと打たせてくれないですね。細野もかわします。一発もらったか。今度はボディ攻撃、顔面だ。ボディから顔面。チャンピオン、チャンピオンもうまさを見せます。細野まっすぐいきます。入っています。ユーの特に右の打ち方なんか本当に良くないですね。ただ右出して次の左返すためにこうして相手撫でてるだけみたいなんですけど、パンチの回転が速いですからね。チャンピオンの左フック、細野も顔面パンチを繰り出します。打ち負けてないですね。細野負けませんね。打ち合いに応じます。
今度バディです。あの至近距離になる前にかなりボディを叩いてましたね、細野が。ボディブローが目立ちます。逆にあのチャンピオンの方押されてますよ。そうですよね、はい、大きく振って入っていきました。細野本当に積極的にいっています。この試合、試合は第7ラウンド。あのチャンピオン疲れましたね。あ、なるほど。若い細野、スタミナでは細野でしょう。挑戦者、いいおっと、あっと、ちょっと鼻血が出てますね、うん、さあチャンスです。細野、いやしかし湯も手を出します。さあ湯の連打です。左を振った細野も左を出していきます。湯のパンチはだけど当たってないですよ、このラウンドはね。手は出してるんですけど、左、チャンピオン鼻血を出しています。細野、さあボディを叩いた。戦い場下から打てって言ってますね。あ、その通り、ボディ連打です。細野、ここでゴングです。第7ラウンド終了です。このラウンドは私はその細野に振りたいと思いますね、はい。まあ、しかし浜田さん、第1ラウンド初めからよく手が出ています、はい、あのチャンピオンももちろん出てるんですが、細野、気分的、流れ的には決して悪くないですよ、ね、今のパンチなんかもいいでしょ。いいまあ、あの総合するとチャンピオンの方がポイントは取ってるでしょうけどね、はい、流れ的には細野悪くないですよ、ということはこのままのペースで行っていいということですか。このままのペースで行って、少々あの印象付ければですね、印象付けるポイントの取り方すると、あっとこれは椅子ですね。椅子が転がそうですね、下げるときに手でも離れてしまったんでしょうかね、はい、今ちょっと中断しました。珍しいシーンだったんですが、第8ラウンドに入っています。まあこのまま行っていいという細野雄一だけど、あのセコンドからは下を叩けというね、まあ、声が飛んでいましたが、相手スタミナを消耗しているというのはセコンド分かるでしょうからね、はい、スタミナなくした時のボディブローというのはきついですからね。なるほど、ボディを叩きます。相手のパンチをかいくぐってチャンピオン、チャンピオンもしかし手を出してきます。口のあたりと、それから先ほど鼻血も、あっと左に吹く日本の細野、まあ、1回球上げて決して、パワー負けしてないですね、はい、ちょっとパワーが追いついていかないというのが、ね、普通なんですが、思いましたけどね、まあ、ストロー球でも決して打たれ強い方じゃないんですよね、細野は、はい、だから1回球上げてどうかなと思いましたけど、堂々とやってますよ。そうですね、あるいはこのクラスが合ってるのかも分かりませんね。うん、あ、クリンチに行きました。チャンピオンです。チャンピオンが行っています。チャンピオンはきつくなったんですよ。きつくなってきました、はい。だから、まあ、最初に言ったテクニックでカバーするっていうあれですか。あ、このパンチですね、はい、パンチを出しながらキャリアでのこの戦い方、チャンピオンのユーミョング、ちょっとバランスを崩しました。チャンピオンです。第8ラウンド、省エネ型のボクシングですね。なるほど、だから細野にパンチ打たせて、それ疲れさせて、細野のパンチが止まると自分がそなぎパンチ持ってくるんですね、はい、でポイントをうまくまとめてラウンド終わると、これで17回防衛した時のような連打出すと疲れるわけですよね、はい、だから自分は体力も使わないようなボクシングしてますよね。もうあの17連続防衛のあの頃のチャンピオンでは完全にないわけですね。ないですね、あ、また鼻血が出始めたようです。今の表情を見てもきつそうですよ。そうですね、第8ラウンド、さあこの辺りがチャンスか。細野雄一、スタミナ的にだいぶきつくなってきています。チャンピオンです、細野。さあ、つけ込むチャンスが訪れているか。第8ラウンド、しかしこのラウンドは残りわずかです。左から右、ワンツー、右が当たらない、左を連打します。今度はボディです。この辺はチャンピオンが離しません。チャンピオンも巧みに試合を戦っていこうという対戦になりました。左からワンツー、ここでゴングです。第8ラウンド終了しました。このラウンドも私は細野につけたいですね。ね、本当によく健闘を見せています。まあ、手数を取ってですね、このお客さんの声援の中でこうして
スコアリングするとですね、2のラウンドに見えるかも分かりませんけど、こうしてクリーンヒットをしっかり見てるとですね、その私は細野をラウンドにしてもいいと思いますね。浜田さん、本当にどこで見るか、あるいは何を基準に見るかでね、だいぶ違うような感じですよね。もう今の世界タイトルの採点のやり方っていうのは本当に実態以上なるべくつけるなですからね、そういったところは難しいところありますね。そうですね。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、韓国のキョンジュで行われています。場所はヒュンダイホテル。ランキング7位の細野雄一、チャンピオンのユ・ミョンウ、この選手からタイトルを取りにかかろうというところなんですが、さあまたパンチを繰り出してきます。チャンピオンです。ちょっと7ラウンド8ラウンドちょっとだれてたんで、こんなに葉っぱかけられたんじゃないですかね。なるほど。第9ラウンドに入っています。ユ・ミョンがちょっと出てきましたね、はい、手数出してきました。この辺のメリハリはしっかりとつけてきます。チャンピオンのユ・ミョンウ、ユウが言うんですよね、これがラストファイトになるかもしれない、この試合が、はい、さあ左、いい、パッ、いい、だからそのぐらいの気持ちを持ってこの試合やってると思いますよ。はい、左をついていく、おっと中に入った、さらにまた距離を取りました。中に入っていこうという細野です。ファイト、ここまで打ち立てました素晴らしい記録、チャンピオンのユ・ミョンウ、まだまだ29歳という年齢なんですが、うまいですね、なんかの体の寄せ方は。さあ連打、これはこの辺は細野も警戒しています。この辺は警戒しています。身をいきなり持っていきました。チャンピオンです。第9ラウンド半ば、注意を与えましたレフリー、頭を持っているような感じになってきています。チャンピオンユーミョング、細野選手もちょっと攻めが単調ですね、はい、もうちょっとサイドから打ったりですね、そのウィービングして左フックを持っていったりですね、ええ、ユーはその手数出してくるんですけど、そこへ得意の右のストレートを持っていって左フック返すとか、まあ、やはり敵地ですからね、行こう行こうっていう気持ちでですね、ちょっと攻めが単調になってる嫌いはありますね。なるほど。とにかく、まあ、気持ちとしては絶対判定ではなくて、そして倒してタイトルを手に入れたいという心づもりでしょう。あー、さらにパンチです。チャンピオン夕立、一回右手をぐるりと回しました。チャンピオン、これで細野下がらないですよね、チャンピオンとすれば本当に納得いかないでしょうね。さなぎパンチに対抗します。一番いい武器を出して相手が逆に打ってくるんですから。そうですよね、はい、第9ラウンド残り20秒を切りました。左から入ります。あ、会場内は手拍子が沸き起こっています。左から右、右のストレート、一旦体をラッキングさせました。そしてもう一度浮き上げてきますが、体の後ろ、相手の後ろに回りました。なんとか突破口を見出したい日本の細野ですが、第9ラウンド終了です。相手の後ろに回るのがうまいです ね。アマチュアレスリングじゃないって言うんですけどねこのラウンドもそのユミオのポイントですね、はい、浜さん、この辺の細野の立場になりましたらですね、何かこうね変えたいわけですけれども、まあ確かに本当はそうですね。ただ、まあ実力を見るとみんな言うの方が実力は上だと見てるでしょうからね、はい、それに細野自身は堂々と立ち向かってるっていう、やりながら気分的には負けてる気はしないんじゃないですかね、うん、なるほど。なんとかペースを変えたいとかそういった気分ではないと思いますよ。うん、自分は堂々とやってるんだっていう、なるほど、満足感があるんじゃないですかね。そうすればこのままペースで細野が出す王手を待っていればいいというような感じになってきましょうか。なんとかこの若さで細野雄一、このチャンピオン、老快なチャンピオンを崩したいところですが、だが言っています、まあ、駆け引きのうまさの違いは出てますけどね、チャンピオンと細野の違いは。なるほど、はい、細野はやっぱり一生懸命、とにかく一生懸命というのが出てますよね、チャンピオンはその一生懸命の相手に対して休んだりイメージ良くしたりっていうのはうまいですね。うん、なるほど。さあ距離を詰めていきます。また後ろに回る細野雄一、はい、やんなって言っててそれでまた何回もそのあれやってますからね、
左の連打から、さあまたソナギパンチか。これで下がらないんですからね、こう踏みとどまって、そしてなんか隙を見つけようという細野。チャンピオンとしては一番いい武器を出して打ち勝ってないんですからね、これでね17連続防衛を続けてきたわけなんですが、今回はそうは言っていません。細野雄一踏みとどまって、これを待ち受けて何かチャンスを狙っています。左、おっと顎のあたり擦られるようなパンチを受けました。細野雄一左を出します。細野、今度はボディーブロー。雄は休んでるんですよ、これ。さっきの連打 してですね、はい、ちょっと印象よくして、それでここで一休みですね。体寄せてですね。そうですね、浜さん、本当にあのクリンチはチャンピオンからね、言ってますしね。そういったうまさは出してますよね。おっと、左。払うような左です。お互いに左を出します。左のフック。連打、連打。ああいったクリンチなんかは、目に見えないうまさですね。ボディ打たれるの嫌がってますよ。さすがにこの辺まで来ますと答えているんでしょう、チャンピオンのユー・ミョング。この辺でもうちょっと崩しておきたい細野雄一。第10ラウンドまで来ています。ポイントにすると、差がないラウンドを10回続けても、はい、10ポイント差がつく可能性もあるわけですよね。そうですね、はい、振り分けられてしまうんだったら。そうですね、まあ、だからそういったちょっとした印象のつけ方もうまいですよね、印象づかす方は。なるほどね、そういったチャンピオンのユー・ミョング、今もカウンター、軽いカウンター2つ。そうですね、左を当てています。強くないんですけど、今言われたようにですね、左フックでカウンター取るのがうまいですね。あれパンチあったら本当に倒されてますよ。かもしれませんね、10ラウンドも終了しました。このラウンドも細野よく攻めてるんですけどね、やはりうまくそのラウンドまとめて、その要所要所で連打持ってきたっていう感じがしますね。振り分けになったらこのラウンドもやっぱり優へ行くんじゃないでしょうか。まあ、前のラウンドなんかは優はボディーブローきつくなったんですよね、それを体を密着して引かないようにするうまさは持ってますよね。韓国キョンジュのヒュンダイホテル、ここはボールルームでしょうか。11ラウンドに入りました。そうですね、上には天井には大きなシャンデリアも下がっています。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、対戦場所が2点3点しまして、この場所に落ち着きました。そういったとことも乗り越えまして、挑戦者細野雄一前線しています。11ラウンドに入っています。韓国も日本と同じように景気が悪いんですよね、それでその県主っていうのは日本の奈良に当たるようなところですね、はい、まあ、古都、観光地なんですね、昔シラギ、シーラのその首都なんですけど、お客さん来ないんですよ。だからみんな観光地だから、それをアピールするためにこのヒュンダイホテル、ヒュンダイ現代財閥が建てたもう立派なホテルですね、その宣伝のためにですね、これ主催してるんですね。ラウンド、さあ残りのラウンドが2ラウンドになりました。細野、おっと左をついていく。表情はしっかりとしたいい表情をしています、細野雄一。チャンピオンも返してくる。口のあたり、それから鼻血、目のあたりからも出血が見られます。チャンピオンユー・ミョング、腫れやすい体質だということなんですが、左からボディ、ここでクリンチ。まあ、ちょっと時間を稼ぎつつありますね、チャンピオン。チャンピオンが、はい、この残りのラウンドを考えて、もうこのまま時間稼いで判定行こうという考えでしょうね。そういった作戦に入ってきましたか。11ラウンドに入ってきています。一方苦しくなるのは、そうしますと浜さん、細野ですよね。まあ、勝ちに行けばですね、勝とうとするとやっぱり、時間稼ぎされているときついですね、はい、そういった相手を倒すというのはなかなか難しいですからね。難しいですよ、ワンツー、これは当たりません。細野、逃げる相手はなかなか倒せません。もうチャンピオンは逃げ切りに入ってますからね、はい、さあボディを叩く。なんとか判定ではなく、判定は苦しい、そして倒して倒したい、相手をノックダウンして倒したいという細野雄一。ラウンドが11ラウンド、残り30秒も切りました。おっと、左があった、左が入りました。細野、ワンツーから左を大きく振る。左、これが一発ヒットしてほしいところですが、
やり渡します。細野、多彩な攻めです。チャンピオン、これで休んだり、あのポイントをイメージ付けたりうまいですね。休むだけではありません。要所はこのように締めてきます。アユノック、ワンツー、ここでゴングが鳴りました。11ラウンドも終えています。このラウンドも随所にその連打を見せてですね、ユミオというのは相手のパンチはそのカバーリングとかヘッドスリップしてですね、まあ、相対的な差をつけるとやはりその優に行くんでしょうね。細野もよく攻め込んでるんですけどね。そうですね、こちらがチャンピオンの表情です。こちらこそ、細野も右目だいぶ腫れてきました。左目尻も切っているようです。しかし出血はしっかりと止まっています。顔だけ見たらどっちが勝ってるのかわからないような感じですね。ですね、まあ、あの優がちょっと腫れやすい、まあ、体質のせいもありますけどね。はい、左のフックから、さあこれがファイナルラウンド、 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ。ユ・ミョンウ通算で18度目の防衛になりますか、あるいは細野逆転で初の世界タイトルになりますか。世界戦はこれが2度目です。日本の細野雄一、これがラストラウンドです。チャンピオン、白のトランクス。ユアもあのスタミナなくしましたね。はい、右から入ってきた、入ってくるところは左を持っていきます。チャンピオン、あのカウンターで左とフック取るのがうまいですね。そうですね、先ほどからチラッチラッと見えます、見られます。チャンピオンのユ・ミョンウ、かつてファイターであったそのユミョンがですね、今もこれボクサータイプですね。はい、でごまかしながらですね、で要所要所で手数を出してですね、でジャブ出して相手の接近止めたりですね、豪快なボクシングですね。はい、世界戦におっと2発、チャンピオンがここで来てまた連打です。ここに来てまた連打、最終ラウンド半ば、これに応じようという日本の細野。ここでボクサーファイターに変わるわけですね、はい、ファイターに変わるわけですね。この試合細野もファイターとして相手にかかっていきました、あるいはボクサーファイター、攻撃的なファイトを見せていた細野雄一ですが、相手のうまさに少し翻弄されたところがあります。ファイナルラウンドを迎えています。右を振った、分かりません。2発、3発、4発返ってきます。ボディーブロー、ミノック、サイノック、ミオフタラストラウンドということで、チャンピオンもやっぱり手は思いっきり出しますね。また右手を大きく回しました。チャンピオン、これは余裕があるんだというジェスチャーなんでしょうが、まあ余裕ないからやってるでしょうけどね。でしょうね、大体そういうケースが多いんですが、チャンピオン、しかし連打は見せています。ここに来て連打を見せます。その後3番地、その後すぐやすいんですね。さあ細野もなんとか踏みとどまってパンチを返したいところです。チャンピオンは一番長い連打したんじゃないですか、今。今ちょっとゴングの音と勘違いしたんですね。間違えました。まだ時間は15秒ぐらいあります。今10秒切りました。今15秒切っています。もうほとんど時間がありません。日本の細野、ほとんど時間がありません。試合終了です。試合終了、WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ判定になります。まあ、ラストラウンドは優ですね。要所要所をしっかりと締めてきました。チャンピオン、よく向かっていきました。細野雄一、私はですね、第1ラウンド、第7ラウンド、第8ラウンド、3ラウンド、その細野選手に与えましたけどね。じゃあジャッジの採点どうでしょうかね。これはファイナルラウンドのリプレイでしょう。この最後は一番長い連打しましたね、チャンピオン。そうですね、ペクシック2ですから119対、110ですね、9ポイント差。
シックパールですから、118対110、8ポイント差。120対111、9ポイント差、3対0ですね。はい、日本の細野、健闘及ばず。